サルタントは、イギリスの競争馬である。19世紀初頭に活躍し、シュボバとしては、同時代を代表するほどに成功した。馬名は、父セリムが、セリム一世にちなんでいることからサルタント、名付けられたのが由来。2歳でデビューし、8歳で、トライアルに勝つなど息の長い活躍を見せた。クラシック競争こそ、エプソムダービーでテイレシアスの2着、セントレジャーステークスは、 人気での惨敗と勝利には至らなかったものの、5歳児にニューマーケットゴールドカップ、6歳児にエプソムダービーバグスタブスとのマッチレースを制すなど、合計14勝を挙げた。ニューマーケット競馬場は得意で、勝ち星の多くがニューマーケットでのものであった。引退後は、バーレーのマーカススタッドで種ボバ入りしている。3区のベイミドルトンは、無敗で2冠を達成し、 クレンコウモタネボバとして成功した。特筆すべきは2000ギニ優勝馬をことを排出したことで3区の価値数として同レース最多である。リーディングサイヤーには1832から1837年の6年に渡り輝いており、この時代をリードしていた。父方直系子孫はその後微生したが、トールビヨンを通して現在にもつながっている。 サラブレットケリケージサルタ2013年11月28日、閲覧、ありがとうございます。